リアスフィッシング事業部の大野です。こんにちは。今日はですね、15年 SS ニューラインナップの、ベストを紹介させていただきます。まず、サイドの固定されているベルトを緩めてください。同じく左右こちらも緩めてください。はい、次にベルトを固定します。次にファスナーを締めてください。で、固定になりましたら両サイドのベルトを締めてもらいます。次にのベルトを締めてもらいます。次に、付属のストッパーで余っているベルトをまとめ上げます。上下とも同じくまとめ上げてください。ショルダーのベルトも余裕余っちゃってますので、このバックルを通すことによって遊びのない固定されたベルトになります。ベストの特徴としまして、このウエストをサポートするマジカルベルトが標準装備になっています。これは、疲労を軽減する、あとは長時間フィッシングしても疲れないっていう特徴があります。はい、このゲームベストのですね、特徴としまして大きなポケットが入っております。なおかつ、ジッパータブもですね、開けやすいものとなってますので、引っかかることなくスムーズに開閉できます。で、ルアーボックスが2個入ります。両方合わせると4個っていう形になります。ポケットにはですね、プライヤーホルダーが、中に、内蔵されてます。で、この特徴はですね、プライヤーが鋭利なものがですね、強く押し込んでもガードできるような構造になってますので、安心してご使用になれます。左のポケットはですね、二重構造になっております。中に、細かいものを入れるような、サイドポケットが、標準装備となっております。はい、
ショルダーの、ベルトもですね、幅広く、厚手になってますので、ショルダーの疲労、あとは肩こりということも、軽減する形になってます。背中にはですね、より大きい、ポケットを標準装備しました。ウェアとかですね、小物をきちんと収納できる構造になってます。なおかつ、そこにはメッシュもついてますので、水がたまるというところはありません。簡単に、説明させていただきました。4月に新しく、リリースしましたので、この商品はですね、最寄りの、リアス取扱店様の方でご購入いただけますので、皆さんよろしくお願いします。